読み人を避けるためじゃよ。おいおい、ワールドエンドはねえだろ。読み人伝説の方が先も先、すんごい先なんだからさ。風車をつけてると読み人が避けて通ると言われてるんだ。ほら、読み人って災いをもたらすって言われてるだろ。俺は生まれも育ちもこの町なんだけどさ、物心ついた時からこの町には至る所で風車が回ってたぜ。だから俺ら地元民からしたら、こんなの今更何も珍しいことはねえんだけど、よそ者のお前には異様な光景に映んのかな。よし、着いたぞ。ほーら、ここだ。カフェパスティーシュ、通称ミューカフェ。海岸通りにおしゃれな海カフェがあるんだ。うちの高校って半分以上が電車通学だろ。
だから駅前のカフェは学校帰りの生徒でぎゅうぎゅう。だけどこのカフェは学校を挟んで駅とは反対側にあるから、ここに来るのはごく少数の地元の学生だけ。そういう意味では隠れ家カフェとも言えるな。あれ、なんだ、ポカーンか。うん、お前、ここがただの喫茶店だと思うなよ。ここは体験型アトラクションだ。少なくとも俺はそう考えている。それじゃあシートベルトの用意はいいな。振り落とされんなよ。うん、レッツゴー。いらっしゃい。ここはよ、勝手に空いてる席に座っちまっていいんだ。ほら、そこの席に座ろうぜ。俺は常連だからな。つってもコーヒーしか頼まないけど。だろ、恋に恋愛に忙しい、いつも金欠、そんな地元学生のオアシスってわけよ。まあ待て、待つんだ。やがて訪れる祝福の時を。いらっしゃいませ。よう、アマナ。俺、コーヒーね。コーヒー。おい、何頼むんだよ。かしこまりました。だーはっはっは。どうだ転校生よ、やっと理解したか、咀嚼できたか。そう、ここは天名美宇の実家なのだ。放課後はこうして実家の喫茶店をあのような見目麗しき姿で手伝っているのだ。この店は天名美宇の貴重なゴスロリコスプレ姿を拝めるのみならず、学校でも拝聴叶うこと希少な彼女のボイスまで聞くことができるのである。
これでこのカフェがなぜミューカフェと呼ばれているか、その諸説あるうちの一つがご理解いただけただろう。マスター、アイスティー5つね。あれ、あんたどうしたの？出たな、クスマイ。もう部活は終わったのか？あ、私こっち寄ってっから、後でそっち行くわ。お前くらいだぞ。店のドアを開けた瞬間にオーダーをかけるやつは。だってその方が早いでしょ。あっつ、水水。数日でしょ。どうしたらそうなれるの？わかった。そういえばケンスケ、将来はこの町を出て都会でファッションデザイナーになるなんて言ってたっけ。おーい、クスマイ、そんな幼い頃の小さな夢をだな。幼い頃の？去年聞いた気がするけど。あいつ、私のこと口説いたんだよ。自分の夢語ってロマンチックなこと言ってさ。やめろ、クスマイ。だからそのクスマイってのやめてよ。敬意を表してアイドル呼びをしてやってんだろ。お前ほんと黙ってればいい女なのにな。俺も騙されて口説いたりして。騙されるだろうよ。去年学校で初めて見た時は、まさかこんなにガサツな女だとは夢にも思わず。失礼な。
お前は騙されなかったのか？同じ屋根の下に住んでんだろ。初めて見た時にこの見てくれに騙されなかったのか？マジか！俺だけか！騙されたの俺だけかよ！相変わらず賑やかだね、二人とも。お、マスター、今日もイケメンだね。やめてくれよ、まゆみちゃん。その子は初めて見るな。おう、これ私のいとこ。って言っても私も初対面みたいなもんだったけどね。この人はね、カフェのマスターで、天野大和さん。天名美宇のお兄さんだ。はい、ご注文のコーヒーとココアね。まゆみちゃん、アイスティーはミルクだよね。さすが、ありがとう。マスターの入れたミルクティーは最高だよ。もしかして君、転校生くんかい？じゃあ、ミウから話は聞いてるよ。同じクラスなんだってな。おとなしいやつだけど、よろしく頼むよ。こら、返事返事。兄弟揃ってイケメンだけど、どうしてアーム愛想というものが違うものかな。ミウのこと？結構喋るよ。なんであんたが反応するんだよ。じゃあ私向こうの席に行くから。掃除当番よろしくね。な、お前ら本当にどういう関係なわけ？
いま。あれ？ちょっとこれ、これってもしかしてカレーじゃない？食べる食べる、嬉しい。今日も冷凍のパスタをチンして済ませようと思ってたんだ。すごいね、あんたもしかして料理得意？でも時間かかるじゃない？この匂い、食欲をそそりますな。それじゃあ遠慮なくいただこうかなっと。ねえ、もう食べたの？じゃあ、私がよそってあげますわよ。いえいえ、それくらいさせていただきます。うん、おいしい。辛さも私好み。じゃがいも入れない派なんだね。私もあれ長年邪魔で仕方なかったんだよね。だってさ、ライスにポテトって炭水化物満載だし、東洋と西洋の主食がガッチャンコだよ。お腹に溜まっちゃって辛いよね。コーンが入ってるのがいいね。夏野菜だし、秋になったらナス入れたりね。どの季節でも変わらず美味しいのがカレーっていうかさ。なんかもうカレーってパウチか学食しか食べてなかったからな。手料理のいいところってさ、好きな分よそって好きな分食べて。ねえ、おかわりいいかな？いいけど。いいけど何？あんたの家って黙って食え派？うちは違うんだよな。食事は団らん。みんなで揃っておしゃべりしながら食べたんだ。うん、まだいっぱいあるよ。明日の朝も食べられそう。翌朝のカレーがまたいいんだよね。おいしい。何よ。おかしい？何言って、ちょっとカレーを褒めたぐらいで。別に謝らなくても。まあ料理ができるならあんたも多少は役に立つわね。明日からご飯あるときはメールしてくれる？
ということで今日から一人増えることになったから、いろいろ教えてあげて。民族学研究会は私の発案で今年の春。他の部活と掛け持ちしてる人もいるし、まあ今年は試運転みたいなものだから、定員は5名くらいまでで考えているの。一人遅れてるわね。まあいいわ、簡単に自己紹介を。と言ってもミュウさんはもう知ってるわよね。よろしく。それとその隣が。いいですわ、自己紹介くらい自分でやります。1年 A 組、上白さやです。よろしくお願いいたします。私はあなたに借りも貸しもありませんから。以上です。さて残すはあと一人なんだけど、まだ来ないみたい。みたいね。すみません、遅れました。もうテニス部が終わらなくて。え、なんであんたがいるの？あなたを紹介したらおしまいよ。2年 C 組の楠瀬真由美さん、こちら新しいメンバー。部活まで被るとかマジか。あら、二人は知り合いなの？まさかの腐れ縁の予感がします。もしもし、何か言いました？部員紹介はこんなところね。見ての通り女子ばかりなんだけど、君なら心配ないわ。でも山城先生、今まで女子だけでバランスよくやってきたのに男子生徒を入れるなんてどういうことですか？私この部って男子禁制かと思ってましたわ。この世界は男と女でできてるのよ。男性がいない方がバランスとしてはおかしいわ。まあいつか男子部員が入ってくると思ってたしね。ケンスケみたいなやつが入るよりまだマシなんじゃない？まゆみ姉さんがそう言うなら仕方ないですわね。では私も認めます。さやさ、そのまゆみ姉さんってのやめてくれない？
なんか極道のなんちゃらみたいで居心地悪いんだけど。なんでしょう、なぜかしっくりくるんですけどね。ミュウさんもそう思いません？さあ。ですよね、ミュウさんもそう思いますよね。ということで、これからもマイミ姉さんでお願いします。サヤはもうミュウと会話する気ないだろう。ちなみにもう一人1年生の子に声をかけてます。こちらは決まり次第皆さんにご紹介しますね。それじゃ細かいことは部長から教えてもらってね。じゃあ今日はこれで各自自由に。あら、言い忘れてたかしら。ミスケンの部長は